こうしてさあ初手からの競りとなる模様、豪放な手段にレースのスタートです。3番の坂本由伸がまずは前取りに飛び出しました。1番の竹地和人と2番の小畑幸人がただいま2番手3番手、2番の小畑が今は2番手です。内枠の2人は選手紹介おのおの1社のレースの意思表示でした。その間に5番の小西誠也が、そして6番の平坂由成がポジションを進めて、最後尾から7番南蓮も並びを作るため車を前と上げます。その南を追って上昇するのが4番の高尾武彦です。7番の南の実質機動型1社というこのメンバー構成、強力な同型が不在であります。人気ラインで3番の坂本が南の番手です。ただ4番の高尾が7番南の番手を直に主張しまして、初手からの番手行為はもつれます。5番の小西が近畿3番手、そして中近3社を6番の平坂を追って、まずはここからというレースです。高校では2番の小畑幸人がいて、1番の竹地和人は最後尾からポジションを前へと上げます。さあどこまで上がるか、一旦は3番手の外あたり、さらに車を進めていくのか切ってしまうか、これはレースの流れを見ながらといったところでしょうか。2番の小畑が6番平坂の外にいます。従いまして7番南の後ろは2列並走、1番の竹地が犬戸が降りたタイミング、さあ上がろうとしたんですが、ここは7番の南先頭変わりません。むしろ内枠2人、1番竹地、2番の小畑、おのおの短期の両者は後方1、5番手、6番手に車を戻しました。さあ7番の南が先頭で金が入りました。3コーナーです。3番の坂本と、そして4番の高尾の内と外、さあこの両者の競りはここから激しくなりそうで、4コーナーを回ってレースはいよいよ最終周回です。さあ7番の南先行体制、後ろまずは4番の高尾が外から押し込みましたが、3番の坂本がここは内で踏ん張って、1番の竹島は後方から仕掛けようとするんですが、さあ7番の南が踏みました。3番の坂本は競り勝って位置を守りました。5番の小西、6番の平坂、本勢ライン4社、そして2番の小畑、内に進路を取って4番手のインコース、4コーナーを待って直線、3番手周りはから5番の小西が外を踏む、7番の南踏ん張るもどうか、最後5番の小西突き抜けたか。第2レース A 級チャレンジ一般戦の2組目です。7番の南蓮が正攻法のポジション、そこからペースで勝ちました。番手は3番坂本が守りました。そして最後近畿3番手回り、5番の小西誠也の4コーナー勝負、一気に前2人を抜いたようです。2着7番の南、3着3番坂本とお伝えします。お知らせします。ただいまから佐世保競輪第2レースの新規 VTR を放映します。2番選手は最終周回第2センター付近において外帯線内を走行する6番選手を内側から追い抜いたので失格となりました。